三浦義村くんが義時パパを陥れようとしてるときに、というか、陥れようとしてるってあなたちょっと推測してたじゃないですか。そのときに私は心の中で、義村は和ちを陥れようとしてるって思ってたんです。え、なんで和立を陥れようとしてるのだって和ちがみんなとの雑談の時に、畠山くんと自分は似てるって言ったじゃないですか。 あれでも1回目見た時笑って吉村がね切り捨てて話を続けましょたうたって <laughs> でなんか思わず笑ったっていうねすごいなんか笑えるシーンだなと思ったんだけどでも1回全部見た後に2回目見たら和田っちと畠山くんは似てると思う。<laughs> <laughs> もうだから顔とか表面とかそういうもんじゃないのよ。なんだろう、魂の際さっていうの。なんかもう、ツインソウルぐらいひょっとしたら似てるのかもと思ったぐらい、わだちの説得のシーンよ。あの、最初の頃はさ、すっごいよくよく考えてみたらあの二人ってなんかバディみたいにずっと一緒にいて、最初の頃はやっぱり畠山くんが三浦のあの、爺様を殺してしまったっていうことで、絶対鬱とか言って仲が悪いっていう感じで、で畠山許せねえとかって言って、ずっとこう仲が悪かったのがだんだん関係が変わっていって、 最後の最後これだけなんかいると情が移るっていうまでになったっていうその変遷をずっと見てきた上での畠山くんの和達が自分から言い出せ説得に行くっていうのがもうあそこがさ和達はさ義時とかとの時にもし説得してダメだったら腕相撲で勝負してみようと思うっては言ったけどでも畠山くんと説得してる時には腕相撲のことなんか何も言っていないのにだったらって言ったら腕相撲はしないって言って。 言ったじゃないですか。<laughs> 何にも言ってないのに分かるってここまで相手のことが分かるって、もう、で、その後もほら、和田義盛殿は、まあ、あの、なんとかの一つ覚えで <laughs> って言って、作戦まで見抜くっていう。で、思えば、これまで畠山君って、和田っちのいろんなこと全部言い当ててたのよね。心が読めるかのごとく、あの人はこういう人だ、こんなことやるに違いないっていうのを全部当ててて、そうだよ和田っちと畠山君って、まるで相手の心が読めるぐらい、ぴったりな 人たちだっったんだだと思ってだから似てる発言は当たってるそうなんだこの2人心のピュアさという点ではそっくりじゃんと思ってであとバンド東武者っていうもののこの誇りもののふの誇りを第一に考えてるっていうのがそっくりじゃんと思ってでそう思ったら最後の最後に話せたのが和田っちと畠山くんでよかったと思ったわけよ。 だからほら、あの、戦など誰がしたいと思うかっていうね、あの、叫びの後、にっこり笑って、畠山くんが和っちを見たのも、まあいろいろあったけど、一番の理解者っていうのは、この彼だったっていうような、魂が似ている彼だったようなっていう気がするから、あの、畠山くんは和っちに向かってあんなにっこりって笑えたんだろうと思うし、で、その後、命を惜しんで泥水をすすっては松台までの橋っていう、畠山くんの和立ちへの最後の言葉が、 最後の言葉がまた「和だっち」のね今後の和田合戦にもつながるような気がしてなんだろうねあの遺言のような言葉がまたずーんと重く感じるんだけどでもこの時点では和だっちは何も知らずにそれを聞いてその心意気あっぱれあとは正々堂々戦で決着をつけようって言って手加減抜きで武士なら当然よってもうあのやりとりもう成り立たないなんか 軽い気持ちであのお笑いシーンをポンって投げたのにまさかこんな深い話になると。<laughs> でもだから1回目は私もお笑いだと思って笑っていやまたまた吉村くんねおバカな人嫌いよねこの人とか思ってたんだけど <laughs> 違うそうじゃないそうじゃなかったんだあれはお笑いないシーンだよ泣けるシーンだよもなもうなん,かなんか2回目はねもう全てが泣けて長澤さんのさナレーションのさ向上の力に屈しない男がいるからもうブワー 畑山 <laughs> くんってなっちゃうぐらい泣けた。<laughs> またその吉時との一騎打ちですよびっくりしたまさか素手の殴り合いなんじゃありゃ。<laughs> あそこね、歴史を研究しているね、学者さんに近い立場からするとあんなのありえないっていうね。大喜び来て殴り合うんだありえるかっていうので、それもあるし、あと、大将は、あんな前線に出て殴り合っちゃいかんのですよ。大将の役目は自分が撃たれないことだからね。大将がやられた時点で、その戦は負けになってしまうわけだから、大将である義時は動いちゃダメなんですよね。いわゆる、下のものを生かせて戦わせる。で、下のね、大将が戦ってっていうのはあるけど、総大将 っていうのは自分の命が守るのが一番なわけなんですよ。だから動いちゃダメだっていうそのねご意見は最もだとは思うんですけど、でも。 いや、そんなことはどうでもいいと。<laughs> もう、もう私は、そんなことはどうでもいいんだと。だ <laughs> から歴史の事実などどうでもいい。私は今見ているのは、今目の前に起こっている。<laughs> 今目の前に起こっている、この中川くんの畠山くんと、小栗旬の義時を現実で見てるんだから、これは今リアルなのよ、私にとっての。だからその歴史の史実とかどうでもいいのも、今の私のリアルはあれだったのよ。<laughs> なんか歴史ライターとしてあるまじき発言してるの大事。あのー、なんていうのかな、歴史の学者さんがね、論文を書くときにそれじゃもちろんダメですよ。もちろんダメなんですけど、でもドラマとか、それから漫画でもいいんだけど、クリエイティブなクリエイターの立場で言うと、事実よりも大事なものがあるわけですよ。あかるその自分の中でこれこそ真実だと思えるもの、シーンっていうのは、歴史的にどうあれ、それは己にとって事実なのよ。 なので、私にとってあの殴り合いは事実なんです。もうすでに真実なのよ。歴史とかはどうでもいいの。もう、あれはあれで事実、ね。で、もちろんだからその歴史の真実としての資料でこうがあったっていうのはあってもいいし、それはもう研究者の方が言うのは当然で、そうですねってもうお答え、反論何もできません。でも、この中川畠山と小栗義時の最後のシーンはあれなの。私の中ではもうすでにあれが、私の中での鎌倉時代の歴史の1ページとして刻み込まれたわけだ それはそれで私の歴史だから鎌倉やで、ね、オリジナルな歴史だから構わないじゃないかと。私の中の歴史感はそうなったの、今。 そうなんか、私も最初あの殴り合い見てて、いや、ないわとか思っててんけど、でもあれって多分、二人の心の中にある気持ちなんだよね。いわゆる自分が前に出て、その相手の対象を殴るっていう、一種の何やろうな、男としての礼儀というか、尊敬というか、なんかそういう気持ちを持ってるっていうのを表してるのかなって、珍しく深読みしてしまいました。 あれ実は三谷さんんの書には一騎打ちとしかかいててなっったんだって <laughs> あの殴り合いのシーンっていうのは小栗くんが泥臭く戦いたいって言ってでみんなで話し合ってで中川くんもそれに賛成していろいろこうアクションの人とかの相談して出来上がったシーンだったっていうことなので三、まあ、谷さんの脚本ではないんですけどもただ三谷さんがうまいなと思うのはその前に畠山くんが泰時の陣を襲うっていうそのシーンですよね。だから私がさっっき言った,みたいに 大将は動いちゃダメなんです。前線に出て戦っちゃダメなんですけどもあの時だったら息子が殺されると思ったら動いちゃうよねって。 って思う。だから、本当だったら、息子が殺されようと、息子は息子で守る老働たちがいるんだから、動かない。自分は相対素だから動かないとするのが正しい、セオリー的にはね。でも、あの義時ならもう、畠山くんが息子のところに行ったとなったら、殺す気だと思って、止めに入るよねっていうのが、それがもうリアル。私の中で見てる人間でのリアルになるし、なおかつ、畠山くんはもし、あそこで義時が息子を助けるために出てこなかったら、安時を殺したと思うんです。 そんなやつに、そんなようなやつに、鎌倉は任せられない。でも、息子を助けるために総大将のそういう血を吸っても俺を追ってきた。いや、やっぱり俺が思った、吉時だよな。だから、待っていたぞ。お前はそういう男だ。俺の思ってた通りの男だ。だからこそ俺の思いを託せるんだっていう、その後のシーンにつながるわけ。それで、ようやく吉時とその畠山くんのまあ一騎打ちになるわけなんだけど、あの、一騎打ちって、 特に殴り合いのシーンね。殴り合いのシーンは、畠山くんは、吉時を殺す気はないんですよね。だって、あの、殺す気だったら畠山くんってものすごい武勇で、吉時そんなに武勇の強い男じゃないから、殴ったら、頭一発で、でもあの床に穴開けるような拳を、それで殴られたら一発でもうそんなね、兜もかぶってないんだから、吹っ飛んで死んじゃうのを、あれだけ殴るっていうのは、畠山くんは手加減してるわけなんですよ。手加減してるんだけれども、俺は戦ったら誰よりも強い。 だから、あそこで、義時を、うわってこうね、殺さずに刺したのは、俺は、鎌倉軍、どんな大軍にも勝った、一番強い万能武者だっていうね。だから、あの戦いに畠山軍は勝ってるんです。あそこで殺したら勝利してるわけだよね。で、しかも、あの時、吉村がね、手を出すなって言って、周りのご家人たちも見ているっていう状況で、この戦いっていうのは、畠山軍、無本したんじゃないんだ。 畑山の潔白を示す戦いなんだっておそらく御家人たちも分かったから手を出さずに見てたと思うんだね。で、それで畑山くんが義時を殺さなかったっていうのは俺はここで勝ったけれども、たとえまもし義時を殺して勝利したとしても自分が鎌倉殿を襲うわけにいかないじゃないですか。時政をね、もう引きずり下ろすって言って鎌倉攻めたとしてもそれはうまくいかないだろうし、万一うまくいったとしても政治というものは自分には向いてないっていのこれまででもね、そこには出てきてない。 っていうので分かるから今後の鎌倉を託すためには義時を生かすしかない。 だからこそ、義時を生かしたっていう。でも、俺は一番強い。俺は勝ったんだっていう。俺は一番強いと、この、時政パパを失脚させて、鎌倉を正してくれ。俺たちが思ってた、万道武者のための幕府というものを作りたかったんだ。万道武者が殺し合いをしなくていい。そういう風な幕府を作りたかったんだっていう思いを受け取れのあの戦いだと思うわけよ。受け取った義時はもあの瞬間死んだと思ったと思うんだけど、死ななかったって気がついた瞬間、 思いが、もう畠山くんの思いが入ったのが分かっただろうから、ああ、やっぱり俺は父をやらねばならないって思っただろうし、あの後の畠山くんのこのやりきった感、もう俺はこの戦いに勝ったのだから満足だ。 俺の誇りはこれで保たれた。で、みんなも見てたしね。畑山最強ってのは分かっただろうって言って、おそらくあの後、畑山君は、あの戦いを見ていかなかったもっと大勢のね、ご家人たちにね、我こそは畑山なりって言って、ね、我と思わんものはこの首取ってみようとかって言って、最後の戦いを仕掛けて、愛嬌に嫌でいられて、首を切られたんだろうなっていうふうに思わせる慣れしだったわけですよね。もうあの後、どれほどのね、 かっこいい。畠山君がずっとその戦場の中をね。馬に乗ってかけていったんだろうか。っていう。もう物もがシーンが見えるようだったもんね。あのナレーションの時のあの中川大志くんの症状がすごかった。確かにこう。自分のその潔白とか強さは証明できたけど。でも結局は死に至るわけじゃないですか。だからな、その何,何ともにこう。すごい怖い。症状をしてただって多分。 畠山くんは、義時の気持ちも分かってるから、で、義時は自分の父親だからちょっと揺らぐ心を畠山くんにバーンってこうあの殴られて、やれって言われて、覚悟を決めたんだと思うし、畠山くんが死んだことによって、あれだけのね、武士の鏡である、あれだけ見事な戦いをして、しかも無実をね、あれで潔白を証明してみせた畠山くんの死によって時政が非難される。自分が死ぬことによって引きずり下ろせるだろう、義時って。 父よっていうで義時も分かったってお前の死は無駄にしないっていうあのなんかやり取りなわけですよあのこのこれがねもうだから本当はさあれもう本当になんかベタな言ったら「少年マガジン」とか「少年ジャンプ」なんかのノリの男の子たちは殴り合いに行って小が心を通じ合わせるっていうもう本当に王道中の王道なわけですよ王道中の王 見せられたんだけどでもそれがね、大鎧でやるっていうのと、もういい加減40のね、男たちである人間たちが、鎌倉っていうね、幕府っていうものを守るためにやるってなると、まあ、なんでか高校生の殴り合いとは大いに違うわけですよ。でしかもお互い同士がこう、息子を殺されたものと、息子を守ろうとしてるものっていうね、まあ、後に鎌倉幕府っていうものをね、受け継ぐ安時君がどんだけ重いものを受け継がされるんだろうっていう思うシーンでもあるよね。あの、あのシーンが重くなればなるほど、なんか安時が 君将来大丈夫かっていうふうには思っちゃったけどね泰時君もだんだん義時みたいにダークになっていくの 安時くんは、なんだろう、あの、記憶正しい、その、ダークでさ、こう、ぐっちゃぐっちゃになったのを、なんとか記憶したいっていう、畠山くんや吉時や、まあ、いろんな人の思いを昇華させた綺麗な鎌倉を受け取るからね。あ<ー>まあまあ、もちろん彼も若干ダークな部分はあるんだけど、多分ドラマの中でやるとしたら、あのままの性格で受け取る。いわゆるこう、輝く鎌倉幕府になったものを受け取るっていう流れにするんじゃないかな、とは思うんだけどね。 いやまあ、それは吉時としては多分嬉しいやろ。だからまあ、畠山君がバッと吉時を切ったと、まあ切、切ってないけどね、勝った後にニコってあの笑顔、わだちに見せた最後のあの笑顔っていうのは、心が通じてるのやっぱ笑顔だったし、最後吉時っていうの,の笑顔も、俺の思い通じたなっていう笑顔だったし、もうね、本当に本当にパーフェクト畠山君。でも切ない。うん <laughs> 最後の猫、ね、竹山くんの複雑な嬉しさがすごく出てて、すごい印象に残りました。やっぱりあの、喧嘩してる最中は学ランに見えたよね。<laughs> まあまあね、なんかクローズかよとかいろいろ思ったけど。<laughs> でも、あの、殴り合って、泥臭く殴り合って分かり合うのはまあまあ男の子の王道なので、<laughs> そのシーンをありえねえよって、これはないよって思ってしまったら演出の失敗なのよ。 役者さんが下手だし演出が下手ってことになるけど、それを見てもう分かったあんたたちの思い通じたよって涙涙でもう私の中に二股川の戦いの決戦はこれっていうに刻みつけられたよって、己の中の歴史のリアルに変わったって瞬間にあれはもう原始になるんですよ。あの、だから歴史っていうのはもちろん事実は事実で大事なんだけど、歴史家さんたちはそれで大事っていうので、私たちは己の中に刻み込まれたリアルを大事にしたいわけよ。 で、そんな一般の人たちが刻み込まれるぐらいのリアル、これが本当だと思えるものを見せていただいた感謝ね。ありがとうっていう。しかも今回は三谷さんではなく、小栗旬さん、中川くん、そして演出やいろいろなね、なんかあの、武術指導の方々ありがとうございますみたいな。もう本当に皆さん、スタッフの皆様にお礼を言いたいと思います。素晴らしいシーンです。 例えばあの、オオカブト取った時にやっぱり帽子かぶってたから、あこの間、聞いた通りやと思ってました。あっ、烏帽子の解説やった後で <laughs>、やってくれてよかった、グッチョブで、ちょうどよかったみたいな感じではあったけどね。<laughs> まあ、でもね、これからまたね、パパはマキシの変とかもあるし、わだちもいろいろあるし、まだまだね、メンタル的には大変です。っっ体力いるるねこのドラマは予告、ね、北条ファミリーーがててしシンの あった,あったよ、ね、なおさら怖い <laughs> 今回のパパのほら義時がパパに迫ってさちょっともう執権殿にはおとなしくしていただきたい慎んでいただきたいって言った時にパパが「ハハハハ!」っていきなり笑って「やりおったな見事じゃ!」って言って笑ったあそこの何て言うのその息子が父を超えた瞬間 父が息子を認めた瞬間、でも父は父で、やっぱりそれを素直になんていうの、かっこつけたいみたいなね、認められないみたいな、その強がりみたいな時政パパとかが出てたから、案外あの、なんか、団らんも時政パパの強がりなのかもしれないし、あ<ー>うん、わかんないですけどね。恐怖の団らん。<laughs> そう、恐怖の団乱かもしれない。<laughs> それかなんか涙涙の団乱かもしれない。あの、画面はすごく和やかなんだけど、見てる方がもう泣けるような団乱かもしれない。<laughs> とにかく、はぁ、れました。<laughs> <laughs> もう正直ね、見終わった瞬間、なんか呆然として、しばらくも何をどうしていいかわからなくなったね。来週もそうなるかもしれない。